はい、皆様こんにちは。便利屋ハッピー農家どのふちです。はい、5月19日水曜日、はい、12時26分でございます。はい、ルートを変えまして、はい、群馬県道152号線赤井は足利線と出てました。ちょっと群馬方面の動画のご案内少ないのに気づいて、ちょっとなるべく撮れるときに撮ろうかなと思って、ちょっとルート変えて、撮っております。ちょっとさっきの県道に比べて少し細いですかね、道が。はい、ここも一応大浦町ですね。この辺はあんまり、ちょっと結構そうですね、ないですね、回収。この地域はあんまり、だいぶ前に、何年か前に何回かっていうぐらいですかね。雨の状況が、徐々にひどくなってくるような、雨足が強くなってくるような状況になっております。はい、天気の悪い昼のお時間でございます。はい、川もやっぱり水量が多いですね。私この後ちょっと足利方面の太田市、作業に向かう予定です。でもう一件ちょっと大掛かりなんですけど、太田市、同じ太田市であります。今日は問い合わせの電話も少ないですね。あ、地面、これ向きなんですか。すごい一面黄色くなってますよね。すごい広大な畑っていうか麦畑なんですね。あれ、ここから栃木県足利市になりましたね。足利はちょっと一応エリアじゃないんですけど、まあ方角はまだ一緒なんで、ちょっと一回ナビ戻します。そうですね、まだここから目的地6キロあります。152号線まだですね。辺は住宅街に入ってきましたね。まあちょっとそんなに新しい目じゃないですけど、昔ながらの農家住宅だったり古い建物とか。両サイドありますね。はい、この小さな川の橋ですね。栃木県道152号線走っております。赤いは足利線という名称ですかね。
記憶があんまないですね。見覚えがないです。まあ、大体いつもは撮ったことあるとか大体わかるんですけど、やっぱり慣れないとこ来ると、この辺はまあそんなに違和感はないんですけど、まあ14年やってるだけで最初の方は全然違うエリアの方とか、都内とか都内近くとか行く場合ですね、慣れないとこ通るのはちょっと疲れますね、やっぱり。もうエリア絞ってエリア行くとこ決めてると、まあ、通ったことあるとか安心しますよね。まあ、逆にその安心する道っていうのは一番交通事故の危険になるらしいんですけど、ちょっと神経的にちょっと疲れるんですよね、エリア外で知らないとこ行くと。どっちがいいとは言い難い部分はありますけれども、まあ、慣れないところとか行ってないところでも新しい発見とかいろんな経験っていうのは、そういうのも非常に大切なのかなと思うんですが、はい、だいぶ足利の市街の方に入ってきますかね。まあ、まだでも先ですね、市役所のこととか。たまにちょっとまあ足利寄りで、大田市寄りの足利っていうのは、行ったりしますけど、旧霊兵士街道八木宿本陣跡、この名称の 旧霊兵士街道、これもなんか結構割と続いてる道ですよね。玉村の方にも見えましたけど、ちょっと私もあまり詳しく知らないので、ちょっと興味ありますね、どういう道なのか。はい、そうしましたら、ここで終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。